はい、では次行きましょう。はい、次ですね。うん、次は、ね、次はこれ文化系に当たるのかな、放送芸術部です。あ、はい、放送芸術部の皆さん、このスタジオをお借りしてますね、私たち ね、 いつも、ね、はい、世話になってるんですよね。そうですね、はい、では自己紹介お願いします。はい、工学部電気電子工学科の2年の部長の木林です。お願いします。よろしくお願いします。このね、放芸のスタッフはあれだもんね、今日の番組を作ってるクルーがもうまさに、はい、そうですね、もう現在もこのカメラを映してる家族は音声さんも全員放送芸術部のスタッフが、はい、やっております。女子もいるもんね。はい、え、何人ぐらいいるんですか。あ、今放送芸術部では25名の人は、25人もいるんだね。はい、はい、でも前までは40人ほどいたんですけども、やっぱり4年生の方々が引退してしまって、うん、数が減ってきてしまっているので、ぜひ新しく入学してくる方は放送芸術部に入ってもらいたい、はい、入ってほしいです、はい、もう全然違うもん、もうカメラ目線だもん、喋りが、はい、慣れ、カメラ慣れしててかっこよく映して、はい、そうすごいよねなんか面白くなってきた ね、 なんかね、文化系違うね、毛色がね若干毛色が違って面白いね、これちょっといじりがいがあるかもしれないね。ちょ、今気がついたけどね、それに関してはね、ちょっと間に合わないかもしれないな。え、じゃあいつもはどういう活動してるんですか。はい、普段は、まあ、現在このようにネットオープンキャンパスのスタッフをやる以外にも、今年では学祭のための、まあ、来場者の方に見せるための映像を作成したり、また他大学との交流での、まあ、映像作成をしていますね。また、まあ、今では2年生やら1年生がいろいろ集まって札幌学生映像コンテストっていうその大会のために映像を作って出していたりもしていますね。じゃあ、はい、まあ、作品作りが主な活動っていうか、はい、それをいろんな形で作品としてまとめていくっていうね、はい、役割分担してっていう、はい、そうです。その作品は今日は見せてもらえるんですか。はい、では今回その学祭の中でも特に人気のあった作品の一つを VTR としてまとめてきたので、うん、ぜひ、見ていただきたいと思います。はい、はい、見てみましょう。なんじゃこりゃ。放送芸術部の皆さん、至急部室へお集まりください。緊急を要します。学生か門前を。いたずらじゃない、門馬さん。これどういうことだ。君たちを呼んだのは他でもない、これは全て顧問たちの仕業なんだ。そこでだ、放送芸術部に代々伝わる編集ベルト、ワイヤレスドライバー。部活の一つぐらい救ってやるよ。俺は通りすがりの仮面ディレクター NJ だ。ロールワン編集。なに NJ 度が現れたの。そいつのデータを洗い出せ。徹底的に調べ上げろ。お前のメモリーはお願いだ。ことあるごとに金をせびってくるサークルを根絶やしにする。それが顧問の目論見だ。目障りだ。お前の運命は俺が変える。この大学の秩序を守るためにも君に戦ってほしいんだ。お前吉田明、そして仮面ミキサーオーディオ。よどみが激しいんだよ。あんたの悪事も照らしてやるよ。俺は部長の山川、仮面マスタークロスフェイド。君の全隊員を抹消する。やめろ。ハッピーエンドに変えてやるよ。編集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 ハイパー大編集。はい、ただいまご覧いただいたのは、はい、学生の中でも特にありがとうございます、ありがとうございます、はい、特に人気のなかった画面ディレクター NJ ドという、まあ、某日曜日の朝にやっている、まあ、ベルトをつけてバイクに乗るものを、まあ、はい、
パクったではなく、まあ、オマージュというか、まあ、パロディをした、はい、作品となっております。いやだからなんかちょっと途中で笑っていいんだかなんだか分かんないからもうぜひぜひぜひ笑ってもらえ、はい、僕らも作品として見てるんで、いやもうぜひ笑ってみていただけると、うん、あそうかそうか、はい、ちょっと間違ったかもね出し方をね、はい、うん、クロスフェード気になったけどね、はい、名前的には、うん、そうですね、まあまあ、どこ変身するのが、まあ、放送のなんていうか映像作品によっては役目の一つ一つだったり、はい、そうだよね、だって、はい、変身じゃ編集って言ってんでしょ、編集ですね、うん、はい、うん、それ分かった編集って言ってたの、あ、分かってんだ、うん、あ、そうだったんだ、うん、そう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 、編集って言ってた、気づかなかった、うん、そうそうそう、予告みたいな感じだね、なんかね、はい、予告というか、ティーザーというか、なんかそういう感じなんで、全体的にその実際の本編の映像の次回予告というものを、あ、まあ、パロディして、それの本当に短いものをたくさん重ねていくっていう、なるほど、だからこうダイジェスト的にこうなってて、はい、ね、はい、っていう感じなのね、ダイジェストになっております。なるほど、いや結構面白かったね、うんうん、あれがみんな放送芸術部の面々なんでしょ、あ、はい、そうですね、もう先ほど映っていた、まあ、編集していた人も今ここでスタッフとして、あ、はい、そうなんだ、いるんだね、頑張っていただいている方も多いので、なるほど、はい、なるほど、まあなんか面白いな、はい、キャラクターが、うんうん、ソフトでね、うん、いいですね、ちょっと黙ってて喋らせようかな人その方が面白いんじゃないかなと思って、やりがいとか楽しいところってどういうところ、うん、そうですね、まあ、一つ一つの作品って、まあ、例えばカメラで撮るだけだったらこいつ何やってんだっていう映像とかも、まあ、パソコンでどんどん編集して BGM つけていくことに本当にだんだんと、お、ちょっとプロが作ったやつに近づいてきたんじゃないかなって思えるぐらいにいい作品出来上がっていくので、その最初あれって思ってるのから最後に、お、できたなっていうその感動がとても大きいので、うん、はい、そこは人もいろんな人に味わっていただきたいところではあります。なるほど、わかりました、ありがとうございます。まあ、なんかあと他にアピールしたいところある、どう、アピールですか、うん、あ、まあ、アピールというか、まあ、放送芸術部のいいところなんですけども、とても部員の仲が良くて、例えばこんな自分がこんな作品作りたいなって思った時は本当に声をかけてもらえれば、本当にいろんな人が集まって手伝ってくれるので、本当に自分の作ってみたい本当に作品があればぜひとも実行していける、そんな環境なのでぜひ来てほしいですね、うん、ね、はい、うん、そう、部員がね結構いればね、はい、手分けして、はい、機材とかも借りれるのっていうか一緒に使えたりするんですか、はい、そうですね、もう本当にすごい高いカメラから本当に音声、立派な音声機材までたくさんあるので、はい、安心して映像を作ることができます。なるほど、はい、そっからさ、なんかこう就職につながったとかそういう人とかっていたりするんですか。そうですね、ちょっと詳しい会社名とかは、まあ、あまり言えないんですけども、うん、それこそそのテレビの制作会社などにも、はい、就職している方もいるので、何人かいるのね、はい、そういうような、はい、何人か、はい、今年もいるということなので、はい、そうなんだ、はい、詳しいことは言えないけど、はい、詳しいことはちょっと、うんうん、ちょっとこれでね、これで、はい、これで、なるほどなるほど、そうかそうか、じゃあまあそこから未来が開けてる人もいるってことで、はい、ぜひとも、うん、ちょっと好きな人は、はい、そうですね、追求して一緒にやらないかと、自分の人生をどんどん編集していけるように、はい、ね、頑張っていきたい、はい、おー、なるほどね、編集して、なるほど、いいこと、ありがとうございます、ね、もうちょっとなんか喋らせるちょっと時間が出てるからちょっと難しいな、はい、うん、わかりました、じゃあ最後に受験生と高校生に一言メッセージお願いします。はい、大学では自分のやりたいって思っていることをやるチャンスや本当に設備などがちゃんと整っているので、ぜひとも自分の夢を実現するためにも今頑張ってください。応援してます。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとう。なんか拍手したくなるね、この回。はい、放送なんでかわかんないけど拍手したくなるんだよね。ありがとうございました。人柄がね、出てますね、なんかね、キャラがいい、キャラがいい、はい、うん、